ペイズリー、ペイズリー、ペイズリー、スコットランドゲール語、ペイツーリグは、スコットランドレンフルーシャーの町。かつてのバラ、バーグ、グラスゴのおよそ南西8マイルの位置にある。人口72,970人、2004年。町としての規模は、キルブライドに次いで、スコットランド第2位である。ペイズリーは、かつて古代ローマ時代のバンディーラの取り出があった場所に、 数えられた、クラウディオスプトレマイオスが記した。現在のペーズリーの場所の検証はこのトリデを第一としている。12世紀には、町周囲に小修道院が創建され、立ちまち定住者が増えた。小修道院ができて100年のうちに、位が上がりペーズリー修道院となった。町は18世紀から19世紀に、面織物ペーズリーの生産で有名になった。 ペイズリーという公式名の由来は定かでない。ブリトン語のパスギル、牧草地を意味する英語、パスチャーと、同義語、またはパスレグ、バシリカを意味する英語のバジリカから派生したというがある。ペイズリーの歴史は修道院から始まる。アイルランド人の聖職者聖ミリンが、ハミレズと呼ばれたカートガーの滝近くの場所に礼拝堂を建てた。ペイズリーには、 ストラスクライド王国の信仰中心地だったグラスゴーやゴーバンと一緒の同時期の文献が欠けている。小修道院がイングランドシュロップシャーのクリュニー会派小修道院ら枝分かれして貴族ウォルター・フィッツ・アランの講演を受け1163年に建てられた。1245年修道院の地位に昇格。修繕された修道院と近接した宮殿は 中世の修道院の一部として建設され、現在はスコットランド教会の教区教会として続いている。スコットランドの主要な信仰の本拠地の一つとして、ペーズリー修道院はブルース家とスチュアート家の両王家に手厚く保護された。映画、ブレイブハートの主人公で、スコットランド独立の英雄ウィリアム・ウォレスは、ここで教育を受けた。ロバート3世。 在位1390年から1406年は修道院に埋葬された。彼の墓は現存していないが、ロバート一世の王女マージョリー・ブルース、1296年から1316年、スチュアート家の先祖の一人の墓は、宗教改革以後も残った数少ない王族の墓の一つである。ペイズリーはジェームズ二世と連携し、 土地は単独の地方管轄権となった結果、市場、公益、商業が反映し始めた。1488年、町はジェームズ四世により、地位が断浴料のバラとなった。多くの公益が盛んになり、最初の学校が1577年に町議会によって建てられた。19世紀半ばから繊維業が盛んになり、町の第一の産業となった。 ペーズリーは今も19世紀半ばにカシミールから持ち込まれたショールの模造品の生産や同じくカシミールからもたらされたペーズリー模様の生地で非常によく知られている。繊維業の友愛会を通して猛烈な積極姿勢を取ったことから、ペーズリーは学問が盛んでいく分求心的な町という評判を得た。 この時期から信仰に根ざした意見とアルコール飲料を飲みながらの気が混ざり合い、夜通し繊維業者、詩人、商人、石膏などの間で意見を戦わせるようになった。詩人、ロバート・タンナヒルは織手として働きながら、この会合に出席していた。ペイズリーは繊維業で一時期有名であった。1870年代から100年近く。 ペイズリー模様のショールは流行の品であった。ジャカード食器が1820年代に持ち込まれるまで、織物は家内の食器で織られていた。この改良は生産過程の工業化を経営した。その結果として多くの織手が食を失い、カナダやオーストラリアへ移住していった。これら移民の一人がジョンハートというペイズリーの生死場所有者で、彼はカナダ・オンタリオ州パースへ移住し、 本屋と商人の店を開いた。湿気のある温暖な気候であるためペイズリーは何年もの間綿の紡ぎ糸を編む産業の中心地だった。ペイズリーの最盛期だった1930年代の製紙産業では大きな建物の中で2万8千人もの労働者が働いていたという。これは同種の工場としては当時世界最大の規模であった。 1950年代に入ると、河川の糸を用いて、多種多様な製品を生産できるようになったが、人件費の安いインドやブラジルなどから入ってくる輸入品に押され、生産は急速に減少していった。1980年代の後半には、ペーズリーで製紙は行われなくなっていた。しかし、製紙も売物も街に消えない証を残した。街の至る場所に、 繊維業に関連した名前、コットンストリート、シャトルストリートなどが数多く残っている。街は繊維業に関連した機械工学や造船業などがある。多くの工場が閉鎖されたり、大手企業が撤退をした結果、街に残る企業の雇用は、スコティッシュウィスキーのブレンダー及び、ボトリンを行うシーバスブラザーズ、スイスの製薬会社のバルティスくらいに過ぎない。 どちらの会社もかつてより雇用を減らしている。グラスゴー国際空港は、ペイズリーの北にあり、雇用の一大中心地である。多くのペイズリー町民が、町外に働きに出、その多くは、グラスゴー市中心部へ流れる。ペイズリーの交通アクセスの良さから、クライドバレー地域内の通勤を容易にしているのである。グラスゴー国際空港が、ペイズリー北部にある。また、 M8 道路が町北部を通る。鉄道はグラス号同様、インバクライドやエアシャーの海岸部までつながる。町内には4つの駅がある。グラス号と近隣の町村をつなぐバス網も整備されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。